こう、木、土、日。どうも、皆さん、こんにちは。キヨキヨでございます。あー、ちょっと久しぶり。こう、火、木、土、日。皆さん、忘れてるんじゃないですか？キヨキヨが火、木、土、日、17時更新だということを。まあ、ということで、それは置いといてですね。ちょっとね、さすがにね、最近、その前回の、なんつうの、そのなんか、こう、キヨキヨがまさかの前回撮っちゃう、みたいな、そういう動画とか、あとはその、ダンホール9のかっこいいリプレイとか、ダンホール10の、なんか、前回リプレイとか、ね。最近ね、あれなんですよ、こうガチガチ系の動画が多いなと思いまして、ラフに行こうよってことで、まあ、適当に喋っていきたいと思います。あのですね、あ、そうだ、それこれ重要、これ重要。今ですね、今20日ぐらいですか、今20日ぐらいの火曜日ですね、火曜日の17時に動画バーンって上がってると思うんですけれども、なんと21日水曜日、あの名戦ゴエモンジャパン VS ハルパパアットマーククラクラ TV さんとですね、勝負です。こちらのクランさんですね、こちらの、ご存知ない方のために一応ご説明しておくとですね、1回目の戦いは引き分け、そして2回戦はですね、ちょっとの差でゴエモンジャパンが勝利、そして次回第3戦ということでございます。もうこれね、もう熱いっすよ。もうクラメン一同もう勝ってやるぞということで、そしてメンバーがですね、もう発表してあるんですけれども、そのやはりそのもう勝ちに行くということで、もう皆さんもう死に物狂いでね、もう練習しているところでございます。そしてですね、そうですね、今リアルタイムな話だと10月の24日クラッシュコンありますよね。そちらの方ですね、私本当にね予定が合わず、日本での待機となります。申し訳ございません、皆さん。ですね、そうですね、実況とかそういうのもろもろあったんですけれども、ちょっとね、もう休みが取れないというか、そういう形です。はい、皆さん、すいません、休みも、日本から動画撮ってます。はい。まあ、火木土日はもちろん変わりませんよ。まあ、その、休みが取れないってだけで、そのもう、ほんと、クラクラインできないとかいう、そういうレベルではないので、ご安心ください。まあですね、クラッシュコン、日本からもぜひとも皆さんも盛り上げていきましょう。そして、まあそうですね、今、ハルパパ戦の試合と、そしてクラッシュコン。いや、クラッシュコン話しちゃいます？まさかの。いや、クラッシュコンね、ロジックドネイターズさん、プラスおでんさんもですね、私と同じように、忙しいというか、ちょっと予定がどうしても合わせられず出れないということなので、その代わりに電光石火ジャパンさんの秀康さんが参戦されるということで、もう日本のクラクラ、まあね、こうやってね、こうハードル上げてもちょっともうトミーさんがちょっとかわいそうなので、まあそうですね、もう日本のその楽しさっていうか、そういうのをちょっとね、もう見せつけて日本に帰ってきて、あ、日本に帰ってきて、あ、トミーさん日本に帰ってこないですね。ドズルさんとかジョーさんとか、あとジンさん、テディさん、そしてアスカさんやヘディアさんなど、そちらの方々がこう日本に帰ってきた、あ、ちょっと告知しちゃおうかな、どうしようかな。11月の8日、日曜日、皆さん、ご予定はいかがでしょうか。東京近辺に住まれている方、ぜひともその日はですね、予定を開けておいていただけると嬉しいでございます。まあちょっとね、詳細は後ほど、まあその別の動画であったりとか、あとはツイッターとかでも告知どんどんしていこうとは思うんですけれども、まだ確定段、まあ確定はしている、まあ 98% もう話は進んでいるんですけれども、11月の8日日曜日、私と、誉れさん、誉れさんの、こちら誉れさん、トロフィーズ、今なんですか、日本のクランランキング4位の誉れさんのですね、リーダー、ポキポキ来た、極悪一人ランブ胸毛一番さん、まあランブさんですね。もうこの方本当に気さくでですね、超面白い方ですよ。村見せちゃって大丈夫かな、まあ大丈夫でしょう。この方とですね、そして電光石火ジャパンさんの極悪一人秀康さんとですね、電光石火ジャパンのリーダーさんですね、の、あ、また村村また村行っちゃったと、皆さんご存知ハルパパさん、この4人でですね、まあ渋谷あたりで、あ、まあ詳細をね出してしまうと、まあいろいろ大変なんですけれども、まあそこら辺でリアルイベント、
っぱね、その今のやっぱクラクラ界のイベントっていうと、やはりそのクラン対戦であったりとかで、やっぱりそのクラクラのゲームの端末を使ってやるっていうイベントが非常に多いと思うんですけれども、今回リアルイベントをちょっとね、考えております。本当にですね、告知をどんどん出していこうとしているのが29とか、まあ、11月の1日あたりとかにはもう本当に出てるのかなと思います。本当に今から楽しみで、そうですね、ツイキャスでの生配信、同時生配信もしようと考えております。やっぱりその東京ゲームショウが9月の、19日20日に行われていて、今11月約2ヶ月が経とうとしているというところで、ちょっとこうやっぱりね、こうタウンホール8とかタウンホール7の方、そのなかなかイベントに参加できないってありますよね。例えばこうタウンホール10、タウンホール9のがイベントがメインで、ちょっとクラクラ大好きなのに参加できないとか、そういう方や、まあ、もちろんですね、タウンホール10とかタウンホール9でガッツリやっていられる方も参加できるイベントをですね考えております。なので皆さん、そちらの方もぜひとも今後の情報、YouTube で基本的には動画、情報はすべて流しますので、そちらからご覧いただけると、ご覧いただいて参加していただけると嬉しいでございます。いやーもう今から楽しみです、本当に。はい。そしてですね、まあそうですね、今重要なことは喋りましたかね。明日、10時ぐらいにマッチング、10時かな、23時か。あとはその9時か8時かちょっと分かりませんけれども、そこら辺で同時はマッチングできて、第3戦ハルパパアットマーククラクラ TV VS ゴエモンジャパン第3戦の中継というか動画も、まあマッチングしたらですけどね、マッチング確実にできるというのはないので、そこでマッチングしてな、そしてクラッシュコン、そして11月8日の8日ですよ、8ですねのリアルイベント、リアルイベント、まあ渋谷あたりですかね。はい。そちらの方もぜひとも皆さんお楽しみにということで、今回ですね、雑談と言いますか、告知ですね。雑談、じゃあ一つ雑談しときます。どうしよう。あ、そうだ。10月の24日までかな、もう本当23か22かそこら辺までに、セブンイレブンかどこかの会社でコンビニで iTunes カード買うと、最大 14% 割引、3000円の iTunes カードを買うと500円分がついてくるのかな。ちょっと詳細わからないので、皆さんちょっとまあ、iTunes カード値引き情報とかでググってもらえたら多分出ると思うので、そちらの方も確認して、課金の方ね課金の方、皆さんこの期間にしてみてはいかがでしょうか。やっぱりその値引きイベント結構やってるんですけども、他のコンビニさんであったり、そのゲオさんとかわかんないですけどね、そこら辺でもやってるんですけれども、やっぱりその 14% 割引っていうのが驚異的なので、ババキンあちゃくいあげたい人、ぜひともこの機会にいかがでしょうかという、課金を進める実況者どうなんだこれも本当に、ということで楽しんでいけたらなと思います。そちらの3つのイベントをぜひとも皆さんよろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。さよなら。じゃんじゃん、チャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると、私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。